静岡県校長広報課発行を声の県民だよりをお聞きの皆様いかがお過ごしですかそれでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番「地域に増やそう再生可能エネルギー」2番「6月は土砂災害防止月間」 日のの備えと早めの避難が命を救う3番、東アジア文化都市2023静岡県4番、リニア中央新幹線静岡航区5番、4年ぶりに聖地に帰ってきた自転車競技ロード全日本選手権の開催6番、その香りで困っている人がいます7番、 6月は食育月間。セルフチェックで食生活を見直そう。8番、今月のプレゼント。9番、県民の声。10番、編集部から。11番、お役立ち情報。12番、静岡県視覚障害者情報支援センター新館案内。13番、情報広場。以上の順にご案内してまいります。 この声の県民だよりの内容に関するお問い合わせは、電話054-221-2231番へどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。 はじめは、脱炭素社会の実現に向けて、地域に増やそう再生可能エネルギーと題してお伝えします。県民だより6月号の表紙写真は、南アルプス、小河内岳から富士山を望む。写真提供は、一般財団法人、南アルプス未来財団です。2050年カーボンニュートラル。 温室効果ガスの排出量実質ゼロ実現に向けて世界中で取り組みが進んでいます。目標達成のためには個人や家庭、企業、団体、みんなの連携が必要です。私たちが使うエネルギーについて考えできることから始めてみませんか脱炭素に向けた静岡県の戦略。県は カーボンニュートラル実現への足がかりとして、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46.6%削減させることを目指しています。県が掲げる富士の国エネルギー総合戦略では、経済と環境の好循環を実現し、目標を達成させるために4つの戦略を立てています。 富士の国エネルギー総合戦略。四つの戦略。一、再生可能エネルギー等の最大限の導入促進。太陽光発電、小水力発電、バイオマス発電などの導入促進。二、脱炭素化に合わせた産業の振興。産業エネルギーの電化を支援。 電化が難しい分野で水素などの導入促進。3. 二酸化炭素の吸収減対策。森林や海の森、ブルーカーボンによる CO2、吸収減の確保など。4. 徹底した省エネルギーの推進。産業、業務、家庭。運輸分野での徹底した省エネを支援。 重点政策。住宅や工場などへの太陽光発電の導入。今ご紹介した戦略1の重点政策に太陽光発電の導入があります。県は自然環境に大きな負荷を与えない住宅や事業所などの屋根への太陽光発電の設置を推進しています。また、太陽光発電と合わせた蓄電池の設置も推奨しています。 太陽光パネル。昼間発電した電気はリアルタイムで使える。電気代を節約しながら売電収入で購入費用を回収できる。蓄電池。昼間発電した電気を貯めて夜間でも使える。停電時は簡単な切り替えで貯めた電気を使える。さらに深掘り。重点政策は太陽光だけじゃない。 詳しくは富士の国メディアチャンネルへ。だから使いたい太陽光。静岡県だから。静岡県は日照時間の長さが全国でトップクラス。積雪が少ない恵まれた環境のため効果的に太陽光発電ができます。災害時に強いから。令和元年9月の台風15号。 19号の際に太陽光発電利用者のおよそ80%が自立運転機能を活用し、停電時も電気が使えました。電気代が上がっている今だからこそ太陽光を賢く使うチャンス。太陽光パネル、蓄電池を共同購入しませんか ?8 月31日まで。 みんなのおうちに太陽光。市場価格よりお得に購入できる。太陽光パネル、蓄電池をみんなでお得に購入できる共同購入キャンペーン。みんなのおうちに太陽光の参加者を募集しています。電気代の節約が期待でき、災害時の電気の確保に役立つ太陽光発電をお得に導入しましょう。 登録から購入までの流れ。1. 参加登録、無料。専用ウェブサイトから登録、建物の情報を入力。2. 見積もりを確認。事務局が厳しい審査基準の上、販売施工業者を入札で選び、事前見積もりを発行。3. オンライン説明会。4. 調査の申し込み、施工。現地調査後、最終見積もりを見て、購入判断し、契約、施工。なお、調査申し込み時に3000円の費用がかかります。詳しくは、静岡、みんなのおうちに太陽光で検索。お問い合わせ、静岡、みんなのおうちに太陽光事務局、フリーダイヤル01、0120、 752-300番。受付時間は午前10時から午後6時。土曜日曜祝日を除きます。ここまでお伝えした情報に関するお問い合わせは、県エネルギー政策課、電話054-221-2949番、ファックス054-221-2698番へどうぞ。 インターネット版県民だよりのご案内。パソコンでは静岡県民だよりで検索してください。音声による声の県民だよりもあります。また、墨字版県民だより一面の左下にあるスマートフォン用二次元コードからもアクセスできます。2024年4月開校。県立富士の国国際高等学校。 交渉デザイン募集中、6月30日まで。詳しくは、墨字版県民だより一面の下にある二次元コードからどうぞ。6月23日から7月12日、県議会、6月定例会。6月28日から7月3日は本会議、質問。7月5日から6日は常任委員会です。 令和5年5月1日現在の県の推計人口をお伝えします。総数356万460人、前月比792人減、世帯数151万855世帯、前月比3939 39世帯増、以上です。脱炭素社会の実現に向けて、 地域に増やそう再生可能エネルギーと題してお伝えしました。次は、6月は土砂災害防止月間、日頃の備えと早めの避難が命を救うと題してお伝えします。全国の土砂災害発生件数、平成15年から平成24年、 平成25年から令和4年の平均。平成15年から平成24年は平均およそ1180件。平成25年から令和4年平均およそ1446件。1.2倍に増えています。近年、豪雨による土砂災害が多発しています。 昨年の全国の土砂発生件数は795件で、最も多く発生したのは静岡県でした。211件。梅雨、台風シーズンを前に土砂災害警戒情報が出た時の行動や日頃の備えを今一度確認しておきましょう。Q&A、A、土砂災害から早めの避難をするために。質問。 土砂災害。私が住んでいる場所は大丈夫回答。崩壊した土石などによって、生活している方々の命や体に危険が及ぶ恐れのある場所を、危険度に合わせて警戒区域と特別警戒区域に指定し、皆様にお知らせしています。梅雨、台風シーズン前に、自分が住んでいる場所の危険性について、 市町から配布されている土砂災害ハザードマップや、ウェブ上の土砂災害情報マップで確認しておきましょう。確認方法をご紹介します。パソコンの場合、1、静岡県土砂災害情報マップで検索。2、ページ内の静岡県の土砂災害情報と書かれた画像をクリック。スマートフォンの場合、 県民だより6月号2面の2次元コードからアクセス。以上です。なお、土砂災害情報マップの土砂災害警戒区域、イエローゾーンとは、崩れた土砂などによって被害を受ける可能性のある場所。土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンとは、崩れた土砂などによって建物が壊れ、著しい被害を受ける可能性がある場所を指します。 質問、どこに避難したらいい回答、市町が指定した避難場所、もしくは土砂災害などの危険性のない親戚、知人宅など安全な場所に避難しましょう。崖、沢、川には絶対に近づかない。質問、浸水などで避難場所への移動が困難な場合は回答、 近隣の頑丈な建物の2階以上に緊急避難しましょう。難しい場合は自宅の2階以上の崖から離れた部屋などに避難してください。質問、どのタイミングで避難したらいい回答、土砂災害警戒情報が発表されたら速やかに安全な場所に避難しましょう。ここで気象庁などの情報ごとに 住民が取るべき行動と警戒レベルをご紹介します。なお、警戒レベルは5段階あります。数字が上がるごとに危険度が増します。早期注意情報。警報級の可能性。住民が取るべき行動は災害への心構えを高める。警戒レベルは1です。大雨警報に切り替える可能性が高い注意報。 大雨注意報、洪水注意報。住民が取るべき行動は、自らの避難行動を確認。警戒レベルは2。大雨警報、洪水警報。住民が取るべき行動は、危険な場所から高齢者などは避難。警戒レベルは3。土砂災害警戒情報。住民が取るべき行動は、 危険な場所から全員避難。警戒レベルは4です。警戒レベル4までに必ず避難。そして、大雨特別警報。住民が取るべき行動は、命の危険、直ちに安全確保。警戒レベルは5です。質問、土砂災害警戒情報はどうすれば知ることができる 回答、さまざまな形で発信されます。地域の防災無線、テレビのテロップ、ラジオ、県のウェブサイト、土砂災害警戒情報補足情報システムなど。知っていましたかテレビの d ボタンで地域の防災情報を確認。1、NHK 総合テレビにチャンネルを合わせ、リモコンの d ボタン、データ放送を押す。 2. リモコンで防災・生活情報を選択。3. リモコンで土砂災害危険情報を選択。4. ご自宅の郵便番号を入力すると地域の防災情報が見られます。より詳細な情報は土砂災害警戒情報・補足情報システムや気象庁・キキクルで 県民だより6月号2面と3面の中間くらいに土砂災害警戒情報、補足情報システムの二次元コードが掲載されています。できていますか日頃の備え。自分が住んでいる土地の状況をハザードマップで確認。避難場所と避難経路を確認。以上の2つは Web 版私の避難計画で簡単に管理できます。 県民だより6月号3面に2次元コードが掲載されています。避難訓練への参加。6月4日日曜日に県内各地で土砂災害訓練が行われます。お住まいの市町にお問い合わせの上、ぜひご参加ください。訓練参加と事前準備で救われた命。小山町、2019年10月。 台風19号による土砂崩れにより、社会福祉施設に土砂が流入したが、職員が利用者を安全な2階に避難させ、人的被害を防ぐことができた。施設は事前に避難計画を作成し、避難訓練にも参加していた。滋賀県長浜市、2020年7月、豪雨による土石流により、避難路に隣接する 倉庫、一棟が被災したが、地区内の住民たちが、自ら降雨状況などを確認し、事前に自主的な判断で避難所を開設。早めに避難ができ、人的被害を防ぐことができた。土砂災害を防ぐ取り組み。県は土砂災害の未然防止に備え、様々な取り組みを行っています。土石流被害や崖崩れ。 地滑りを防ぐための施設整備。砂防、休憩車地、地産、農地パトロール。災害防止施設の機能点検や周辺状況の調査。土砂災害警戒区域をお知らせする看板、標識の設置。ここで、フジッピーから一言。もしもの備え、できていますか あなたの取り組みを教えてください。投稿方法。県民だよりのプレゼント応募フォーム、はがき、メールに記載。以上です。土砂災害に関するお問い合わせは、土砂災害110番、県土木事務所。近所で崖崩れが発生した。または災害の不安を感じたら、すぐにご連絡ください。下田。 電話055824-2112番。熱海055782-9171番。沼津055-920-2212番。富士054565-2794番。静岡054-286-9321番。島田 054737-5272番。袋井053842-3216番。浜松053458-7266番です。以上、この項目全体に関するお問い合わせは、県砂防課電話054-221-3044番。 ックス番です6月は土砂災害防止月間、日頃の備えと早めの避難が命を救うと題してお伝えしました。続いて東アジア文化都市2023静岡県をお伝えします。公式ホームページをチェック。 東アジア文化都市2023静岡県の公式ホームページでは様々なコンテンツを掲載しています。東アジア文化都市2023静岡県を楽しめること間違いなし。例えば、東アジア文化都市とは、東アジア文化都市2023静岡県について詳しい情報が掲載されています。イベント 東アジア文化都市2023静岡県の認証プログラムが一覧となっています。気になるイベントをクリックすると詳細ページにジャンプします。県民だより6月号2面に掲載されている二次元コードからイベント情報をご確認ください。公式 YouTube、Instagram もやっています。どちらもホームページとは一味違う。 楽しいコンテンツがいっぱい。ホームページ右上のリンクからチェック。以上、この項目に関するお問い合わせは、東アジア文化都市2023静岡県実行委員会事務局。電話054-221-3271番です。東アジア文化都市2023静岡県をお伝えしました。 変わりまして、リニア中央新幹線静岡航空についてお伝えします。県民の皆様からの質問にお答えします。質問。県は JR 東海に環境保全措置を求めるだけではなく、自らも対応策を示すべきではないでしょうか。回答。県と JR 東海は環境影響評価の手続きの中で対話を進めています。 環境影響評価とは、事業者が事業の実施に伴って生じる環境への影響について、事前に調査、予測、評価するとともに、環境保全措置の検討を行い、住民や行政機関などの意見も踏まえた上で、事業実施の際に環境保全への適正な配慮を行うための法や条例に基づいた制度です。このことから、 リニア中央新幹線整備に伴う環境保全措置は、事業者である JR 東海が責任を持って行うべきであります。お問い合わせは、県環境局、電話054-221-2421番、ファックス054-221-2940番です。以上、リニア中央新幹線、 静岡航空についてお伝えしました。今度は4年ぶりに聖地に帰ってきた自転車競技ロード全日本選手権の開催についてお伝えします。差出人、県東部地域局。 東京2020オリンピック・パラリンピックの自転車競技の開催地となった県東部地域。自転車競技の聖地にふさわしく、充実した施設と山あり、海ありの自然美。そして何よりも富士山が眺められる絶景に恵まれ、世界中から多くの選手やサイクリストが集まります。今年は自転車競技の全日本選手権が伊豆市で開催。 5月のトラック競技に続き、6月22日からは4年ぶりに本県でロードレースが開催されます。三島市に拠点を構え、オリンピックでのメダル獲得を目標に、世界と戦う自転車競技チームのチームブリッジストーンサイクリング。チームを支える徳田選手にお話を伺いました。さらに深掘り。徳田選手へのインタビューは、 県民だより6月号3面に掲載されている二次元コードからどうぞ。以上、4年ぶりに聖地に帰ってきた自転車競技ロード全日本選手権の開催についてお伝えしました。次は、その香りで困っている人がいますと題してお伝えします。 化学物質過敏症とは、日常生活で使用しているものに含まれる化学物質に反応して、体調不良やアレルギー症状に似た症状が生じる疾患です。主な症状は、頭痛、倦怠感、吐き気、めまい、不眠など様々です。個人によって症状や程度は異なります。県民の皆様へのお願い、 例えば、自分にとって快適な香りでも、不快に感じる人や、体調不良をきたす人がいることを理解し、人が集まる場所では、香りのするものの使用を控えるなど、症状に苦しんでいる方へのご配慮をお願いいたします。化学物質過敏症で療養中の方へ、日常生活に支障をきたす場合、障害年金の対象となる場合があります。詳細は、 お近くの年金事務所や年金相談センターへお問い合わせください。以上、この項目全体に関するお問い合わせは、県疾病対策課、電話054-221-3773番、ファックス054-251-7188番へどうぞ。その香りで困っている人がいます、と題してお伝えしました。 続いて、6月は食育月間。セルフチェックで食生活を見直そう。野菜を食べて健康で生き生き。食材の王国と呼ばれる静岡県では、美味しい野菜がたくさん作られています。しかし、その摂取量は全国平均を下回り、野菜不足が指摘されています。県内には高血圧が要因となる脳卒中で亡くなる方が多いことから、 野菜たっぷり、塩分控えめな食生活に切り替えましょう。ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富。たっぷり食べればいいこといっぱい。肥満防止、高血圧予防、脳卒中や心筋梗塞、胃がんのリスク減など。目標は1日 350g。加熱調理しても OK。 サラダや生野菜で量が多いと感じる人は加熱調理で傘を減らして食べるのもおすすめです。健康アドバイスが受けられる食生活チェック実施中6月30日まで結果がすぐわかる無料静岡県 BDHQ で検索あなたの食習慣や生活習慣を入力すると塩分やタンパク質 ミネラルなどの栄養バランスや取りすぎ、不足がその場でわかります。県と静岡社会健康医学大学院大学が静岡県民限定で実施しています。対象、県内在住の18歳以上の方。回答方法、スマートフォン、PC。はじめにユーザー名とパスワードを設定。 性別、年齢、郵便番号を入力します。すべての質問に回答すると、1、栄養摂取状況や食習慣の評価。2、今後10年の癌や循環器疾病にかかるリスク。40歳から69歳の方のみについての個人結果表が提供されます。お問い合わせ。県健康政策課。 電話054-221-2404番、ファックス0 5 4 2 2 1 3 2 9 1番です。以上、6月は食育月間、セルフチェックで食生活を見直そうでした。 変わりまして、今月のプレゼントです。抽選で20人の方にプレゼント。富士の国副産品、マドレーヌセット、クリエイト太陽。商品の問い合わせは、NPO 法人、オール静岡ベストコミュニティ、電話054-251-3515番、ファックス054-251-3516番へどうぞ。 応募方法です。郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を、はがき、メール、インターネット版県民だよりの入力フォームでお知らせください。今月号の感想やご意見、もしもに備えたあなたの取り組みなどをお書き添えください。なお、個人情報は商品の発送と読者層の調査のために使用します。応募先です。 はがきの場合は、郵便番号420-8735、静岡県校長広報課、県民だよりプレゼント係まで。メールの場合は、qiz.pref.shizoka.lg.jp u までどうぞ。応募期限は、令和5年6月15日木曜日、筆着です。 当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。以上、今月のプレゼントでした。今度は県民の声です。県民の皆さんから寄せられたご意見に回答しています。その一例をご紹介します。ご意見。ホームページなどで使用されている文字が見にくい。 高齢者や文字の読み書きが困難な方への対策をしてほしい。回答。県は全庁的にユニバーサルデザインを推進しており、その一環として誰もが必要な情報を容易に取得できる環境づくりを進めています。静岡県公式ホームページについて、令和5年1月31日に全面リニューアルを行い、 加齢による老眼や白内障、弱視などでも見やすい書体として、規定フォントを UD フォントにしました。県民の立場に立った分かりやすい情報発信について、今後も職員への啓発などにより取り組みを進めてまいります。担当、県校長広報課、県民生活課、県文書課、 その他の事例は県ホームページでご覧いただけます。静岡県県民の声で検索してください。以上、県民の声でした。次は、編集部からです。雨の日。空から地上を眺めると、色とりどりの円、傘が行き来してきれいだろうな。 見方を変えるを大切にしたい今日この頃。山。以上、編集部からでした。続いて、お役立ち情報です。内訳ダイヤル。学校に行くのが怖い。身近な人に相談しにくい。一人では解決できない。そんなとき、 ありのままの気持ちを打ち明けてみませんかウェブサイトの二次元コードは、隅字版県民だより、2面の下に掲載されています。静岡子ども家庭相談。子育て、家庭、親子関係、ヤングケアラーなどの悩みを気軽に相談できる LINE を活用した相談窓口です。受付は、毎日正午から午後8時。 登録のための二次元コードは、墨字盤県民だより、二面の下に掲載されています。虐待かもと思ったら、いち早く、189番へ。性暴力被害者支援センター、ソラ。性暴力被害に遭われた方の相談窓口です。一人で悩まず、お電話ください。電話、シャープ、8891番。 24時間365日受け付けます。空チャット相談の二次元コードは、隅字盤県民だより3面の下に掲載されています。DV 相談窓口、女性相談センター、電話、シャープ #8008 番、晴れれば。配偶者や恋人などからの暴力、DV に悩んでいませんか 秘密はちゃんと守ってもらえます。安心してご相談ください。受付は午前9時から午後8時、年末年始、祝日を除きます。以上、お役立ち情報でした。変わりまして、静岡県視覚障害者情報支援センター新館案内です。まず、 パソコン転訳図書を図書の分類ごとに署名、関数、著者名の順にご紹介します。社会科学、感動が人を変える、4巻、坂本浩二。独学の教室、3巻、読書猿。自然科学、サウナの取説、二2巻、小林博之。昆虫くんの一番虫図鑑。 二巻、昆虫君。言語、言葉のアップデート術。三巻、尾竹三宏。日本文学、幻の魚。二巻、織田淳。闇の余白。五巻、石川智竹。次に、デイジー録音図書です。図書の分類ごとに、署名、録音時間。 著者名の順にご紹介します。ご紹介するデイジー録音図書の CD の枚数はすべて1枚です。社会科学、教職の社会史19時間32分、原田信夫、日本文学、散歩が楽しくなる俳句手帳、4時間41分、堀本博樹、 おとぼけ兵庫と姫将軍36時間27分ひじりりと外国文学謎解き風と共に去りぬ9時間48分コウノスユ以上です利用申し込みは静岡市青井区駿府町1-70 静岡県視覚障害者情報支援センターへどうぞ。電話054-253-0228番、FAX054-250-0766 番です。静岡県視覚障害者情報支援センターの新刊案内でした。 おしまいは情報広場です。費用をお伝えしないものは原則無料です。申し込み方法をお伝えしていない講座、講演会や催し、相談会は直接会場へお越しください。郵便番号だけのものは所在地なしで届きます。最新情報は各ホームページ、問い合わせ先に確認をお願いします。試験です。 県職員、職務経験者採用試験。試験日、7月9日日曜日。会場、県庁。静岡市青区。受付、5月24日水曜日から6月9日金曜日午後5時。受験案内は、県庁、県総合庁舎、県ホームページなどで配布します。申し込み方法。 富士の国電子申請サービスで。お申し込みお問い合わせ先。県人事委員会事務局職員課。電話054-221-2275番。ファックス054-254-3982番です。県職員、障害のある方採用試験。試験日、9月17日日曜日。 会場、県庁、静岡市、青井区。受付、5月30日火曜日から6月23日金曜日、午後5時。受験案内は、県庁、県総合庁舎、県ホームページなどで配布します。申し込み方法、取得している手帳の種類などを、富士の国、電子申請サービスでお知らせください。 お申し込みお問い合わせ先、県人事委員会事務局職員課、電話054-221-2275番、ファックス054-254-3982番です。県立病院機構職員採用試験。1、県立総合病院看護助手。有機雇用。 県立総合病院一般事務医師事務作業補助職員秘書事務職員有期雇用試験日随時会場県立総合病院静岡市葵井区受付随時3県立病院機構看護職員試験日7月15日土曜日16日日曜日 いずれか1日。会場、県立総合病院、静岡市内の貸会議室。受付、6月12日月曜日から30日金曜日、必着。3の受験案内は、県立3病院、県民サービスセンター、県総合庁舎、県東京事務所、県立中央図書館、 県ホームページで配布します。申し込み方法。1と2は履歴書、職務経歴書を郵送、持参で、郵便番号420-8527、県立総合病院、総務課、人材広報国際係へ。書類選考があります。電話は054-247-6111番、ファックス。 054-247-6140番です。3は受験申込書、成績証明書を郵送、持参で、郵便番号420-8527、県立病院機構本部へお願いします。電話0120-417-451番、FAX 054 247-1021番です。募集です。令和5年度触れ合い親子県議会教室。夏休みに議員との交流や議場探検などを通じて、県議会の役割や仕組みなどを学びます。8月3日木曜日、午前9時半から午後0時半。場所は県庁、静岡市葵区。 対象、県内の小学校に通う4年生から6年生の児童とその保護者。定員は30組、定員を超える場合は抽選です。受付、6月2日金曜日から16日金曜日、必着。申し込み方法、県内小学校、県総合庁舎、県議会ホームページで配布する申し込み書を郵送。 簡易電子申請で、郵便番号420-8601、県議会事務局、議事会お願いします。電話054-221-3482番、ファックス零0 5 4 2 2 1 3 1 7 9番です。体験、寺子屋事業費補助金、小中学生の体験活動や、 異世代との交流機会を創出する団体の費用を補助。補助額は最大6万円。対象。補助対象。地域の民間団体。非営利、政治、宗教を広めるものでない。参加者、要件。小中学校の3学年以上を含む5人以上の異学年集団。受付。 令和6年2月下旬まで申し込み方法、活動を実施する市町の障害学習社会教育主管課経由で申請書を提出してください。お問い合わせは、県社会教育課、電話054-221-3162番、ファックス054-221-3362番です。 講座講演会です。放課後児童支援員認定資格研修。放課後児童支援員として従事するために必要な認定資格。区分ごとに開催日と会場をお伝えします。東部開催日9月7日木曜日26日火曜日10月3日火曜日24日火曜日 会場は、プラサベルデ、沼津市。中部。開催日は、9月5日火曜日、22日金曜日、28日木曜日、10月11日水曜日。会場は、木星会館、静岡市葵区。西部。開催日は、9月14日木曜日、20日水曜日、10月6日金曜日、16日月曜日。 会場はアクトシティ浜松、浜松市中区。いずれも全16科目、24時間、6時間かける4日。対象は放課後児童支援員として従事したい方。受講要件があります。受付は6月27日火曜日から7月12日水曜日、必着です。 定員は各会場20人程度選考です。費用、資料代500円、テキスト代1650円、申し込み方法、市町役所、公立図書館、県ホームページなどで配布する受講申込書、本人確認書類、受講資格確認書類を、研修事務局宛に郵送でお願いします。 郵便番号420-0857静岡市青池みゆき町3-21ペガサート3階株式会社東京リーガルマインド静岡支社放課後児童支援員認定資格研修事務局へお問い合わせは県子ども未来課電話054-221-3546番 FAX054-221-3521 番です。子育て支援員研修。市町の子育て支援事業への従事に必要な知識、技能を習得する研修です。期間は9月1日金曜日から11月1日水曜日。会場はグランシップ、静岡市駿河区ほか、 日時、会場はコースにより異なります。対象、保育、子育て支援分野に従事したい方で、基本研修、専門研修、どちらも受講できる方。資格による基本研修の免除があります。定員、全コース合計で450人、先行です。受付、6月20日火曜日から7月4日火曜日。 決心有効。費用。資料代。基本研修は500円。専門研修、地域保育コースは1000円。専門研修、地域子育て支援コースは500円。保険検査代。こちらは保育の実習があるコースのみです。申し込み方法。市町役所、公立図書館。 県ホームページなどで配布する申し込み書など、必要書類を、研修事務局宛に郵送でお願いします。郵便番号420-0857、静岡市青池みゆき町3-21、ペガサート3階、株式会社東京リーガルマインド静岡支社、子育て支援員研修事務局へ、 お問い合わせは、県子ども未来課。電話054-221-3546番。ファックス054-221-3521番です。ゲーム障害。ネット依存対策。回復支援プログラム。障害や依存からの回復を要する方と、そのご家族を支援します。日程、9月9日土曜日。 16日土曜日、23日土曜祝日、30日土曜日。会場は県総合福祉会館シズウェル、静岡市葵区。対象、ゲーム障害、ネット依存の疑いのある小学生以上の方とそのご家族。定員は15人程度、定員を超えた場合は先行です。 受付は9月1日金曜日まで。申し込み方法、住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレスをメール、申し込みフォームで県障害福祉課へお知らせください。電話054-221-2435番、FAX054-221-3267 番、メールアドレス s-e-i-s-i-n アットマーク p-r-e-f s-h-i-z-u-o-k-a l-g jp です。働きながらスキルアップ、職業訓練。今の仕事をより充実に。新しい仕事に取り組みたい。社員教育のため。皆様のスキルアップをサポート。 コースの一例をご紹介します。1、集中講座、エクセル基礎。日程、8月7日月曜日、8日火曜日。会場は、高科短期大学校、沼津キャンパス。2、ホームページ作成。日程は、7月19日水曜日、26日水曜日。会場は、高科短期大学校、静岡キャンパス。 3. 実践デジタル屋台システム入門編日程は9月29日金曜日会場浜松技術専門校いずれも対象県内企業で働きながら新しいスキルを身につけたい方費用1が1650円2と3が3300円申し込み方法富士の国 電子申請サービスなど。各校ホームページ、または次へお問い合わせください。県立高科短期大学校沼津キャンパス、電話055-925-1072番。県立高科短期大学校静岡キャンパス、電話054-345-3098番。県立浜松技術専門校、 電話053-462-5603番です。県ホームページの情報広場コーナーでも、催しなどの情報を公開しています。ここでご紹介していない情報もあります。以上、情報広場でした。これで今回の内容はすべておしまいです。 いかがでしたでしょうか今回のアナウンスは間の目ももこでお送りいたしましたそれではまた次回までごきげんようさようなら